キラーノは、イタリア共和国ロンバルディア州、ソンドリオ県にある、人口約8800人の基礎自治体。県とソンドリオ、モルベーニョに次ぎ、県内第三位の人口を有するコムーネである。あった川下藩の小都市で、16世紀に建設された、聖母教会がある。二つの鉄道の終着点であり、特に北へ、スイス領に抜けるレーティッシュ鉄道ベルニナ線は、 山岳鉄道として著名である。ソンドリオ県外リアクズ、ソンドリオ県東部に所在するコムーネである。県とソンドリオの東北東 24km、サンモリッツの南東 40km、ブレシアの北 75km、州とミラノの北東 113km に位置する。ティラーノの北西にあたるバルポスキアーボは、あった川支流の谷筋であるが、スイス領となっており、 スイス領がイタリア領に食い込む形状になっている。ティラーの市街から約2トルの地点にスイスとの国境が迫っており、北西約5トルにはスイス領ブルジオの町がある。隣接するコムーネは以下の通り。BS はブレシア県所属。CH はスイス領で CH グレーンはグラウビュンデン州所属を示す。イタリアの地震リスク階級では、 3に分類される。広域行政組織である、山岳部共同体、バルテッリーナ・ディティラーの山岳部共同体の事務所、所在地である。ティラーノには、以下の分離集落がある。スローシティ加盟都市である。FS のティラーノレッコ線がソンドリオやレッコとの間を、スイスのグラウビュンデン州を中心とする、鉄道会社。 ベーティッシュ鉄道のベルニナ線がスイスのサンモリッツとを結んでおり、両路線の終着駅となっている。先に開通したのはソンドリオとの間の鉄道で、1908年にベルニナ鉄道が開通した。両社の駅は隣り合っているが駅舎は別である。また、ベルニナ線は市内で路面を走る。沿線に優れた自然景観が広がるベルニナ線は、 ベルニナ急行が走る観光路線であるとともに、20世紀初頭の鉄道技術の霊障を示すものとして、世界遺産、レーティッシュ鉄道アルブラ線、ベルニナ線と周辺の景観にも登録されている。なお、1910年代に日本の小田原電気鉄道が鉄道線を建設した時に、ベルニナ鉄道を参考にしており、これが縁で1979年に、 箱根登山鉄道とレーティッシュ鉄道は姉妹鉄道協定を結んでいる。ティラーの駅には箱根登山鉄道から寄贈されたティラノの日本語の駅名看板が展示されている。ありがとうございます。